スタニスラフ・アレクサンドロビチ・レフチェンコは、1979年に、ソ連からアメリカ合衆国へ亡命した、元ソ連国家保安委員会少佐である。1989年に、アメリカ国籍を取得。レフチェンコは、第二次世界大戦中の1941年に、モスクワで生まれ、1964年に、モスクワ大学東洋学部を卒業する。 漁業研究所に勤務していたが、大学で日本語と英語を身につけたことを買われ、1968年に KGB 入り。KGB 大学校で情報工作課程と日本語課程を受け、KGB 第一本部第7部に配属された。この間、日本万国博覧会の際などに、KGB 交換の日本語通訳として、東京や大阪に何回か出張している。 1975年、KGB 東京代表部に赴任。カバーの役職は、ソ連大使館広報部内に置かれた、ノーボス地通信社東京支局の特派員であった。KGB 東京代表部では PR 班に所属し、積極工作に従事していた。積極工作とは、ジャーナリストや政治家などと接触し、その国の世論が、 真相的なものになるよう暴を仕掛けることである。レフチェンコは渋谷区宇田川町のマンションに住居を構え、日本の政財界、官僚や、ジャーナリストなどの人物を情報提供者とした、スパイモーを構築した。1979年10月に、東京都内にある、アメリカ軍関係者用ホテルである、山老ホテルへ駆け込み、亡命を申請し、アメリカへ亡命した。 ソ連の法廷は1981年に、レフチェンコを徹底的に非難したほか、ソ連共産党国際部日本課長のイワンコ・コワレンコは、その著書内でレフチェンコを、正確に問題がある嘘つきと非難した。さらに KGB エージェントのスベトラーナとニコライは、アメリカでレフチェンコを探し出そうとしたが、これらの試みは、リチャード・ミラースパイ事件で露見することとなった。 1982年12月には、アメリカ議会などで、KGB による日本のスパイ組織網に関する、証言を行い、さらに KGB の日本人協力者およそ200人の、名前を供述した。協力者リストには、自由民主党の石田博秀労働大臣や日本社会党の勝又誠一委員長などの政治家、テレビ朝日専務の三浦講師に、 産経新聞編集局長の山根拓司など、ジャーナリスト、外交官、内閣調査室など情報機関員の名前が記載されていた。ソ連の週刊誌、発行元。ありがとうございます。